どうもキスケです。本日はこちら、はい、不死身悟空を使っていこうと思います。こいつの評価が前回のシーズン、まあ、前々回のシーズンあたりから、まあ、ガラッと変わりましたね。前までは青色がちょっとどうなんだっていう雰囲気はあったんですけど、やっぱり強い、今の環境ほんまにトップクラスに強い青枠と言っていいんじゃないかなっていうレベルなんで、ちょっと使っていこうかなと思います。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。はい、マッチングしました。カベネクパーティー対戦やっていきます。特殊カバチンは特にいないので、まあでもこれでいいか。お願いします。ベジットブルーはいるけどそこまで怖くはないかな。いや結構評価変わった人多いんじゃない、この不死身悟空に関しては。噛み合っていく。なんだそれは、なんだそれは、なんなんだそれは一体、教えてくれ。どういう立ち回りをしたらそうなるんだ。やべ、外れちゃった。ほい。オッケー。出しがち。いやー、髪の毛パーティーマジでさ、赤色来たらもうぶっ壊れそうよね。ほんまに。マジで強いと思うわ。不死身キャラでしっかり耐久もできるし。あざっす、あざっす。オッケー。待ってんだよ、おめえのフルパワー。ナイス。このまま削り切っちゃうか。不死身悟空皮外れそうにないな。不死身のまんま戦えそう。ナイス。さらにこれ特殊アースで気力を奪うという非常さね。あざした。さあマッチングしました。髪の毛じゃないわ、合体戦士パーティーかな。対戦やってきます。お願いしますということなんですが、悩むね。どうしようか、こっちにしようか。はい、お願いします。まあこいつが実装された当初、僕自身もね、不死身悟空は強くないみたいな。いや強くないことはないんやけど、強い要素は揃っててぶっ壊れないんやけど、若干色がなみたいなお話はしとったと思うんですよね。ただまあ、オッケー。まあこれは2V1になったんでね、しょうがない。いやー手札破棄辛いでしょうね。だいぶ泥足がないからな。はい、ナイス。オッケー。おめえよ、そう何回もそんな、そんなやめてくれや。ナイス。猫魂。はい、オッケー。まあライジングでいいんじゃない。
できるだけ削ってライジングでいくか。必殺圧。今の環境どっちがいいんやろな、その覚醒ブルー悟空とこっちの不死身のブルー悟空。悩ましいよね。まあ好みとしか言いようがないとは思うんやけど。なるほど。バーン。マジかよ。無駄でした。いや、打撃カバチェンみんな使うタイミング上手くなってきたよね、ほんまに。悲しい。不用意に打てなくなっちゃった。はい、復活。これがやっぱ強いな。復活なり。オッケー。ナイス。いやー、よくねえな。おいしいね。ダーン。おい、またかよ。なんぼでもっとんねん。頼むわマジで。死んだか。いやーもう立ち回りが全然ダメ。じゃあラスワン不死身ブルー悟空の力でもお見せしますかね。頑張れ。ナイス。2周目のライジングもたまりそうなんだよな。猫魂強い。火力はあるね。入る。まあこう強制二択にできるのやっぱ強いよね。さあライジングたまるぞ。おいっす。ナイス。通常で落として、でこれラストよね。いやーライジング合わせてもよかったか。多分落ちないとは思うんですけど、究極圧も使ってるんでね。回復も地味にしてるし。落ちたわ。はい、あざっす。はい、マッチングしました。孫一族パーティーですね。対戦やっていきましょう。お願いします。いや、黄色出てこないと思うな、これは。これでいこう。多分やけど。はい。はい、ナイス。黄色出てきたら結構しんどかった。さて、行きましょう。気力を奪って、最速か。青色2体。マジで言ってる。なぜ。全然回避しへんやん。どうした。はい、オッケー。
多分ね、瞬間移動を大事にするタイプの人間だと思うんすよね。なのでもうがっつり削っちゃおう。はい、使えないよね。いい火力。でそれに加えて回避もしないと。だからこの特殊圧がぶっ刺さっていくっていう感じですね、うん、で今の間に、もう削りに削っておきます。赤色2体をで身勝手っていうか、またなにライジング当てて、俺の瞬間移動温存は何だったんだっていう後悔をさせましょう。怒ってるナイス。君の瞬間移動は無駄だったんだよ。残念だったね。いやでもこれ耐えるな厄介すぎ。厄介ですね。はい、さすがに耐えるよね。遅い。はい、そんな甘えた射撃圧は通さないよ。オッケー。さあこれ不死身の悟空がめちゃくちゃ効いてるぞ。ライジングラッシュ打てないからね。でこれはこのままブルー悟空でちょっとキープして、皮外れるまでは耐久しよう。合わせて、はい、復活。金だよ、持ってくれよ。めやうまい。だー勝ちですね。はい、オッケー。対戦ありがとうございました。少し掴めてきた気がするぞ、身勝手の悟空。はい、皆さんお疲れ様でした。今回は、不死身のブルー悟空使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。うん、やっぱ強いと思いますね、僕は。うん、ただ髪の毛パーティーとかそっち系のパーティーをあんまり、まあ使ってないっていうのもあるんで、実際髪の毛パーティーめちゃくちゃ使ってる人、まあもし見てらっしゃったら、あの覚醒ブルー悟空とどっちが今の環境は合ってるのかっていうのをね、コメント欄に残してくれるとありがたいかなと思います。ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。生放送をミルダムでやってるんで、概要欄のリンクからフォローお願いします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。